車だ。マジで。
せ配信見てんだろうけど関係ねえよ相手は。暇だな。本当だし暇だよな。くそ爆睡してたのに起こしやがって。爆睡してたのに起こしやがって。マジで大発狂すっから。ソフトバンクでマジで、サクシコシャンコジャイスフェ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 。あー関係ない警察隊員解約しに行くよってわざわざ、いや起こされて今から解約しに行くからとか言ってなんか走って出て行ったんだよ。でも平八歩けないから、あ平八走れないからなんかあの早歩きしてたけど、あの光景は無様だからね。わざわざああ疲れっす。フレ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 はピンチやん。いやピンチ、ピンチをチャンスに変えてやるから。じゃあそれぞれ親父とか連れていく必要ないんで。いやどうせ口だけやってソフトバンク向かってんじゃん。これなんで向かう必要あんの。距離が縮まってきたぞ。いや解約するよし、ガチ解約しようとしてる。先回りすんならこの車抜かんといけんけどな。うれうれ、睡眠を妨げられて。
信のネタするなら夕方定時にしてほしいわ。この時間にするな配信のネタを。あるだって。ここにいいでしょ。そうです、こんな時間にしよう。この配信なんか撮るよ。あれやがった時間じゃねえんだもん。鍋の恨みかよ。いや鍋食われてたよ結局。まあ台本だろうか何だろうかどうでもいいんですけど、俺は解約するだけで、解約の阻止するだけだから。行動でクラクションは無理だ。俺をロックオンすんな。お前じゃねえわよ。誰だお前。全然煽ってねえだろ。
あ、いうえお。あいうえお。ワントーン下げて。かきくけこ。意味がない。ワントーン下げる必要なんか全くねえんだよ。トーン上げた方がいいだろ。商売道具ですからね。あれ。ヨシってやつ、お前なんか出会い中すぎな、お前いろんな人に DM 送ってんだろ、気持ち悪いよお前。やめたがいいよ、ユニバレてっから。バレてるから君が DM 送ってるの。どこ行くよ、なんでどこ行くよお前。おい、隠すんだよお前。おい、待て、今がいくらか引くから。どうなった、ん、どうなったか、今からいくらか聞いて金次第、金次第で店員さんが解約させんようにしてもらってる。警察呼んだ？つかげんやろ。
金だよ。わっ、いや、とりあえず金見て、その額払えんかったら解約だわ。自分の名義で契約はできないんだよ、ブラックだから。なんか家の Wi-Fi まで外すとか言ってるで、意味がわかんない。いや、引退はないです、はい、残念ながら。泣いてるのか、全くムカついてるね。いくらだろう、わからん。めちゃめちゃ火走ってるよ、今超火走ってる。演技なの？いや、演技ではないよね。どういう演技これが。ソフトバンクまで来て台本する意味が全く分からんけど。今何中？今いくらか聞いてもらってる。台本じゃないの？台本じゃないけどね。まあ、でも台本って思っても全然いいんじゃない。別に分からない、実際いくらか分からない。15万はねえわ。彼では台本に協力するように見える？見えないよね。でこんなとこまで台本しないでしょ。別に台本って言われてもいいんだが、そういうとこじゃないんで。何のお金？違約金未納分。いや、何違約金って。携帯代だよね、普通に。11月分の止まりません。だから腹打つって言ってんじゃない今。11月分だけで、うん、
4万ぐらいじゃない多分。なんで10万ね、10万って何、どこから出てきた10万とか15万とか10万とか15万とか完全に嘘なんだよそれ。なんで10万15万って。店内に、お前の顔なんか見たくない、じゃあどっか行ってもらって落ちてもらって、はい、どうぞさよなら。何ヶ月分、1ヶ月だね、だから11月分だね。83万携帯で、83万って何ヶ月分の滞納なの、うん、だから今ね額聞いてんの高すぎる、まあ、携帯2台分だからね。携帯それ分かんない、4台って逆にそんな使う必要ある、4台も契約してるの逆にすげえな、一人で 4台も使う。店の中入らない、いやまだ計算してもらってるから、遅くね、店に入ればいいやん。で配信は持っていけないよね普通に。ああそれまあ家族割とかあるんじゃない、いろいろ持っていけよ、いや無理、データ無制限だけど、ラジオで言ったら、いや無理、いやマジで携帯ショップはマジ配信できないから、店の中4万なら今日払える、今払えるけど、だからいくらか聞いてるだけなんだ俺は。白谷お前配信者やろ、いや指摘制かかるぐらいやったらしないよね、して規制かかるのに、そうやってのはそのなんかメリット全くないし、デメリットだけじゃん、そんなの。なんでそういう必要がある、配信者だからって、規制かかりに行く必要ないんで、全く。他の顧客情報あるからな、そう。一緒に全てかけるのがお前だろ。何言ってんだ、お前。こんなに時間かかる、うん、かかってるみたいだけど、ね、謎いんだよ。他にもお客さんいるしね、まあ、てか基本携帯ショップが一もうなんかあのなんだろうな、コンビニだって配信ダメとかっていう、もうほんともっと前から携帯ショップの中では配信絶対ダメなんだよ。まだなんか動いてないよ、分かったらあの教えてくださいって言って、予約制限来たのか、いや俺別になんか用ないしね、ソフトバンクそもそも。解約はしてないって、とりあえず俺にあのいくらか教えますねって先に。あと1時間もかからないだろ、
手編、機種編はしませんよ。こいつ嘘つきやからな。いや、誰、何お前、あ、来た、何お前、女の息子やだわ。大丈夫、君の息子じゃないから。なることもないし、なることもないし大丈夫ですよ。そんなこと思わなくても。そんなこと思ってるのは逆に気持ち悪いですよ。こんな息子やだわって、こんな息子いねえからじゃないか。まずだから、ピピは使いたくない。42,000。払えるんだね。いや、だから払うって言ってね、あいつは解約しに行くって言うから、ね、マジで解約しに行くとか言うからね。金払える金ある。いや、だから、いや、だから払いに行くって言ってんのに解約しに行くっていうか、よくわかんねえんだよ。なんか普通に払ってくるからって言ってたのに。脅しだろうって。お前結局店まで来てるからね。
JCB のチャージカードはめちゃくちゃいいね。マジ最高やん。面白い。おかえり。JCB のチャージのやつだ。そこ、そこっつかもそこだけど。何のこと？ JCB の中にチャージするやつがあるんだよ。お金を。PayPayより楽。聞いてなかったかもしれない。だから腹打つって言ってんだよ、マジで。デビットカードだろ。あ、それだね。それですね。それそれ。それやそれや。雪降ってるよ。ほら。昨日えぐかったから雪が。契約しないに入れるん、まあ、金払うだけだからね。なんか契約とかじゃないか。ノーマルタイヤです。滞納支援払うって言われるな。いや、威張ってないよ。ただ言われたから、今イラついてるから言われたから言ってるだけで、怒って言ってるだけで、威張って言ってるわけじゃない。くそ、お前車止めるとこねえじゃん。お前これマジや。もう知らない、ここ止めちゃおう。なんで知らない。全部乗ってるから。ブラジル人がめちゃめちゃ乗ってる。
様ざま。マジでざまだぜ。ちょろいな。ちょろすぎ。ドンキやって実験グッズ。店内で暴れた、暴れたよ。暴れてもないけど。このドラムスク本当ムカつく。じゃあ見ない方がいいよ。配信ムカつくなら。なんでムカつくのに見るの。ざま。ざま。何してるの？早く帰りなよ、早く。え、帰りなよ。来月はね、携帯代がだいぶね、少なくなるですね。朝ありがとうございました。え、なんかしたっけ俺朝。朝は寝てた記憶しかないですね。目が変だけど泣いたの。泣くわけないじゃん。なんで泣くのこんなの。行った。両親がいなくなったってかさ、でも両親いなくなってだいぶ先の話だけどね。ここ1、2年の話じゃないけど、あと人の親を勝手に殺すなっていう、ね、失礼ですね。あなた見失わないよ。いたぞ。じゃあ教えてあげようか。今日何が起きたかっていうと、まず俺が起きた、ね、寝てましたね。で、雪が積もってると思ってました。昨日大変、昨日相当雪が積もってたんで、だから今から携帯に今から解約しに行くからっつって、解約してこいみたいな。いや、そもそも名義人が俺じゃないし、これは解約できないし、そして俺雪が積もってると思って無理だと思って、だから今から金を払わないならソフトバンクに解約しに行くっつって言ったんだよ、だから、いや、だから金払ってくるよっつって、いや、なんかもう解約するみたいな、金払わないからとか言って、でもロンブチゲでドピラバーン蹴って、だから解約、だから携帯で払いに来てんだろやっつって、でもそのままね、ソフトバンク行ったから支払ったから何もできず残念。
残念でした。支払ったのかな、支払ったね。もぐごりのあのこの間の給料で支払いましたね。携帯代42,000。解約って言えばいいのに。いや解約なんかできないでしょ、支払いしてるんだから。ママンと揉めるとか中学生かよ。いや揉めるとか俺僕そもそも揉めるっていう考えはなかったの。別に普通にあの携帯代今日払いに行こうと思ってたし、勝手になんか先走っただけですよ。先走りですよ、ただのフライングです。フライング。いやだって払ったら解約しないって言ってたから、そもそもが。フライングしただけです、アホが。しないと払わないかな。まあ結果ざまですよ、ざま。しかもめっちゃ飛ばすやん、ワイスピかよマジで。感覚ボール投げる。配信聞いて飛ばしてるな。いや Wi-Fi もしかも Wi-Fi なんか、しかも Wi-Fi 解約しろとか言ってるのか、なんか弁護士とか言ってるからね。お前弁護士が、お前こいつすげえうぜ、信号赤になってあいつのせいで。バーカ、どうせ赤信号だったらまた一緒なんだよ。いや払わせたわけじゃないけど、払いに行くって言ってんのに。だからあの何言ってん君の。俺は今日払いに行くって言ってんの、普通に。3時ぐらいに払いに行こうとしてたの、別に起きてから。眠いとこ起こしやがってんの、うん、先走りが。昨日は朝一払いに行くって言ってた。いや朝一は無理だったね。結局あの筋トレとかしてて夜ちょっとね、2時ぐらい、3時ぐらいまで起きてたから、まあ朝一も無理だと思ったから、そこから起きてから、だから俺の中で起きた時間が朝一だから、ごめんけど、起きた時間が朝一なんで。弁護士本当だったの？いや、どうせ嘘でしょ。嘘。そんなん高いの？いや、わかんないですね。でも俺以上のやつがいるからね、そっちの方に聞いた方がいいんじゃない？あの携帯代2台で10万とかね、いるからね。
何がそんな高いの。いや僕は2台で携帯代4万から下げようとも思ってないよ。なんでスマホ代ぐらい払えないのか。いや払ったじゃん。ね、何言ってるのよ。アホかってね、10万はやばい。まあ、10万の人はね課金しまくってんだろうね。俺は課金なんかそんなしてないけど。何か使ってもいいやろ。だから払ったじゃないですか。払った。またいたの君。またいたの。お金払ったよ。携帯で払いました。さんま早く払えよ。いやお前に言われる筋じゃないです。なんでお前に言われないといけない。お前なんだの携帯会社ですか。ソフトバンクの、ソフトバンクの携帯会社が言うならまだ分かるけど、君誰みたいな。よかった、うん、俺孫正義つまんな。イカルドに巻かれたわマジで。親に迷惑かけるなって言いたい。いやだから君は何なのマジで。いや親に迷惑だから、お前どこから目線やねん。お前誰だよマジで。近所のおじさんかよお前マジで。親戚かお前は。お前が逆にお父さんに、いやお母さんに迷惑かけてても、いや俺からしたら知ったこっちゃないです。どうでもいいっす君のあの家庭のことなど。で君がなんかもううちの家庭に首を突っ込んでるだけです。でもね、あのまあ配信だからね、まあ確かにその気持ちありますよ。人の配信だったら配信するなよっていう見方になっちゃうから、まあ分かるよその気持ちは。まあでもまあ無で見た方がいいよマジで。あんま情入れない方がいいよ配信なんて。あの体力比較とかで、あの頑張った時は頑張ったね頑張ったねでいいと思うよ。そんななんか家庭とかに情は入れる必要ないと思うよ。ザ・正論情入れる人っていうのは大体若い人じゃないんやな。情入っちゃうのは例えば息子とかいる人なんだろうけど、お母さんとかお父さんみたいな人がまあ見てると思うんだよね俺の配信を。でもそういう人がやっぱそうやって情が入っちゃって、あ送ってくれた、あの昨日の夜に送りましたよ。だから明日には着くと思うんですね。何が正論。いやここまで言って分かんないか。話にならないっす。会話のキャッチボールができないんで。タワクヤどうぞ。また明日雪降るよ。てかもうすでになんか降ってるしな。すでに降っとりますけん。